サンローランの騎士クロード・ドルーは、フランスの軍人、聖ヨハネ騎士団委員。1666年から1689年まで、カリブ海の戦ト・クリストファー島総督を務めた。サンローランは1641年に、聖ヨハネ騎士団に加入した。1651年、フランスの直居会社である、アメリカ諸島会社が破産したことをきっかけに、 その参加のセントクリストファー島総督で、聖ヨハネ騎士団員でもあったフィリップ・ド・ロンビレールド、ポアンシーの働きかけにより、カリブ海のセントクリストファー島、サン・バルテルミー島、セントマーチン島、セントクロイ島の4島を、聖ヨハネ騎士団が12万駅で購入することになった。フランス王ルイ14世は諸島への総資権を主張し続ける一方で、ポアンシーを総督として認めた。 12万駅のすべてが支払われぬうちに、ポアンシーは1660年に死去した。二代目の総督となったのは、サボイアの聖人フランシスコ・サレジオのオイシャルルド、サルだった。この頃、フランスの財務総監、ジャンバティスト・コルベールが、西洋派ネ史団に対し、4頭をフランスに返還するよう圧力を強めていた。1665年、サンローランが、 聖ヨハネ騎士団植民地の副総督を務めていたとき、騎士団が正式に4島をフランスへ返還することが決まり、その管理権はフランス西インド会社に移った。この年、ヨーロッパで第二次英乱戦争が勃発した。翌1666年、フランスがオランダ側で参戦した。この時まで、セントクリストファー島はフランスとイギリスが分割統治していたのだが、 1666年4月21日に、この島でも戦闘が勃発し、セントクリストファー等のフランス勢力は2日間のうちに圧倒的多数を誇るイギリス陣営を破ったが、総督、シャルルド・サルは、イギリスの総督ウィリアム・ワッツと戦い、戦死した。サンローランは、イギリス軍の降伏を受ける立場となり、その後セントクリストファー全島の総督となった。しかし、 フランス王からの公式な任命がなかったため、島のフランス軍はサンローランに従うことを拒否した。サンローランによるセントクリストファー等の首都バセテールにおける要塞建設案サンローランは、セントクリストファー等のイギリス人に対し、土地を売り払い資材と奴隷を持って島を退去するか、島に残ってフランス王の臣民となるか、という二択を突きつけた。 島に残ることを選択した者は、プロテスタントの信仰を表立って維持することを許されなかった。それでもなお、サンローランは、この残留級イギリス人を脅威とみなしていた。近いうちに、イギリスが島の奪還を試みると考えていたからで、ある。それに備え、サンローランは、フランス領マルティニークやグアドループから、増援部隊を受けた。フランスに敵対的な住民は、 ネイビス島やモントセラと、もしくはその他のイギリス植民地へ追放された。まず500人から600人のイギリス人、放浪者が追放され、続いて800人のアイルランド人、最後に土地所有者が追い出された。島に残った8000人も多大な犠牲を強いられた。島に4つあったプロテスタント教会は差し押さえられ、解体された。 1667年1月17日、アントワーヌル・フェーブルドラ・バール中将がセント・クリストファー島に着任した。彼は島に来る前にイギリス領モント・セラとの海岸線を調査して、これに進行する計画を立てていた。サンドーランはラバールから正式に王の署名の入った総督任名称を受け取った。この時、彼の元にあった軍事力は、 500人の兵と25隻のバーク戦であった。モントセラト進行の葬式はラバールが取ることになり、サンローランはサンレオン将軍率いる陸戦隊の下で戦うことになった。1月29日、セントクリストファー島からフランス艦隊が出港した。2月4日、艦隊はモントセラトに到着した。総督ロジャー・オズボーン率いる守備兵の中に、 多数のカトリックアイルランド人が含まれ、不満分子となっていることを知ったらバールは、上陸を数日遅らせることにした。この時のフランス軍の総勢は、サンローラン率いるセントクリストファー民兵500人と、サンレオン将軍率いるナバールノルマンディの正規兵500人だった。島に上陸したフランス軍は、イギリス軍を探したが検討だず、代わりに、オズボンの妻や市民を捕らえて、 オズボーンに降伏を迫った。結果、フランス軍は大量の武器弾薬や奴隷、馬、牛を手に入れた。また、キューモントセラと守備兵のうち2000人のアイルランド人がシュールド・プライユ暫定総督の下で、フランス軍に参じた。1667年のイギリスによる、セント・クリストファー奪還作戦7この年、ジョンベリー率いるイギリス艦隊がカリブ海にいたり、 セントクリストファー島を封鎖した。4月4日、イギリス艦隊はネイビス島に到着した。そしてセントクリストファー島の要塞の大砲の射程範囲の外から島を取り囲み、フランス船の通行を阻んだのである。サンローランはセントクリストファー島が封鎖と飢餓のために危険な状態にあることをラバールに伝えた。ラバールやマルティニーク総督、ロバートデ・クラード、 オランダ海軍のエイブラハム・クラインソンらは何度もセント・クリストファー島の包囲突破を試みた。フランス・オランダ連合艦隊はネイビス島に向かい5月20日にイギリス艦隊と接敵した。しかしこのネイビスの戦いでラバールは無能な指揮を晒して撤退し、クラインソンは不満を抱いたままバージニアへ去った。さらに6月初頭。 ジョン・ハーマン率いるイギリスの大艦隊がカリブ海に到来した。6月末から7月諸島のマルティニークの戦いでラバールらのフランス艦隊は壊滅した。また、アンティグア総督ヘンリー・ウィロビー率いる14隻の戦艦と16隻のバーク戦からなるイギリス艦隊が兵を満載して6月17日にセント・クリストファー島に到達した。翌日、イギリス軍が ポワント・デ・パミスッツに上陸した。しかしサン・ローラン・らフランス守備隊は、激しい抵抗を続け、ウィロビーの軍をネービスジマ撤退させるに至った。サン・ローランの部隊は、イギリス軍の軍機を八本も奪取した。また彼は、おいを、フランス本国に送り、状況を、ルイ14世に報告させた。1667年7月31日、ブレダの和訳が結ばれ、カリブ海では、 戦争前の現状が回復されることになった。かつてのセントクリストファー島民だったイギリス人が島に帰ってみると、すでに彼らの土地はフランス人の収奪や戦争によって荒廃していた。1668年から1688年にかけてセントクリストファー島のフランス領とイギリス領の間では平和が保たれた。 サンロオーランは1683年3月から1684年6月まで、シャルル・クーボンド・ブレナック不在の間フランス領、アンティル全域の総督も兼任した。1688年に大同盟戦争が勃発すると、アンティル総督、ブレナッツは、アンティル諸島のフランス勢力の安全を守るため、イギリス人追放を決めた。彼は1689年初頭に、 マルティニーク、グアドループの海軍や、バッカニア海賊、民ーラを率いて、セントクリストファー島に到来し、イギリス領を攻撃した。イギリス軍のチャールズトリデを包囲し占領した、ブレナッツは、イギリス人を、イギリス領ジャマイカ、バルバドスなどに追放した。サンローランは、公認のチャールズでペッチピル、カミンジェスデギトットにセントクリストファー総督を譲った、後、 1689年2月から3月31日に死去するまでマルキニーク暫定総督を務めた。クロードド・ルード・サンローランの父は、サンローランとルーク・リースの貴族フランソワ・ルー。母は、バルタザール・ブルーインでキャステレインだった。兄弟のジョゼフも1633年に、聖ヨハネ騎士団員となっている。ありがとうございます。